ピアー株式会社は、東京都文京区に本社を置く自動車部品、用品メーカー。シヒカリ工業株式会社の連結子会社。LEDHID などのランプ類を主体に、カーキャリアワイパーアルミホイールオイルフィルター、エアフィルターなどを扱っている。ピアーのホイール4輪ライトバルブワイパーキャリア、ルーフボックス、ホレーコホイールフィルターラジエターバルブホームリペアパーツ2輪。 ライトバルブホーンかつては、アパレル事業も手掛け、衣料品や小物類を国内各地で直営店を展開したほか、レース開催時にはサーキットで特設ブースを設け、販売を行っていた。白と黒を基調としたシンプルなデザインを主体として、衣料品には、モータースポーツピアー、レーシングピアー、スポーツエレガンスピアーなどの刺繍やワッペンがあしらわれ、サーキットでの定番ファッションの一つとなった。 また、自ら高級ブランドを標榜していたことから比較的、高額な価格設定がされていた。2007年までに、すべての直営店を閉鎖し、アパレル事業から撤退した。スノーボードのブランド、ニトロの製品や、キックボード製品、スノーチェーンの輸入販売も行い一時期大きな実績を上げたこともあった。自転車用 LED ライト、ドアミラーに装着する。 サイドミラーモニターカメラ、アルカムトレス、エンジンオイル、ボディコーディング製品なども販売していたが事業を軌道に乗せることができず数年で撤退した。ピアーレースクイーンのコスチュームモータースポーツへの支援に積極的な企業で1982年にラリーチームにランプを供給したことに始まる。その後は徐々に分野を広げ、現在ではラリーやツーリングカーなどの四輪レースのほか。 鈴鹿8体や世界耐久選手権など二輪レースへも支援を行っている。品質の高さからランプのみならず発水ワイパー、アルミホイールなど国内外を問わず四輪、二輪ともに採用するチームは多い。モトレーサーの中島悟へのサポートは1986年からとつながりは深い。中島の最後の鈴鹿でのレースとなった1991年の 日本グランプリでは、ありがとう中島悟の応援日の丸フラッグを展開した。中島の現役引退後もチームのスポンサーを継続。2009年をもって、スポンサーから撤退したが、2012年からサポートを再開した。WRC では、ヒュンダイシトロエントヨタに、ランプ、撥水ワイパーを供給している。ありがとうございます。